ちょっとまあ今日は一日男性デート、はい、横浜モーマーショー楽しもうと思います。なんと呼ぶでしょう。いただきます。はい、おはようございます。おはようございます。え、大丈夫っすか。 YouTuber 出してください。はい、東京2日目ずっと待ってた。あ、ずっと待ってます。はい、で、いや大丈夫っす。そう、はい、あれから映画見とったもん。あ、本物っす。いやいや、また。え、打ち合わせ10時半だ。どこですか。あ、違う、待ち合わせですか。10時じゃないですか。10時半だ。昨日夜行ったから。10時半にあったんですか。だって言ったから9時じゃないぞって。あ、ほんますか。すみません。なんか俺がお前遅刻したみたいな感じの絵面になっとらん。いや、なってやつ、なってやつ、なってやつ。どこに呼ばれてますか。新横でしょ。はい、行ってみよう。はい、はい、行ってみよう。はい、行ってみよう。はい、はい、行ってみよう。はい、行ってみよう。カメラ止めるね。はい、カメラ止めます。はい、どうも。はい、お疲れ様です。いやだけどこいつ最近頑張ってるインスタがね、はい、すごいこいつのやつ、まあ面白いっていうか、ぜひ見ててください。どんどん今ね今投稿してるんじゃないですか。そうですね、はい、なあ、今日ははい、まあついてから行くわ。そうです、 OK。 はい、ワープ。いいよ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。解説お願いします。はい、そうですね、今日はラーメン博物館に来て、ラーメン博物館、はい、すごいなこれ、はい、ラーメンいっぱい食べよう。たまには現場の撮影じゃなくて、現場行くとお前ら怒っちゃうから。ちょっとお前ら今日は一日男性デート、はい、横浜モーマーショー楽しもうと思います。あと1週間ぐらいみたいな。1週間ぐらい、じゃああとで組み倒れやん。そうですね、はい、はい、え、これ入場料でラーメン食べれるんですか、ただで。それはない。入場料が食べるか。ちっちゃいもの、うわ、すごいな。すごい。こちらお一つで大丈夫ですか。はい。はい、ありがとうございます。今の場所。今来たもん。浜内と結構来る。でも、お前横浜だろ。横浜ですけど、住み始めたら、ちょっと来ぐらい。あ、社長ちゃうんですか、これ。これ、はい、あ、すいません。すいません。すいません。さっきお前ら真っ赤だろ。はい、すいません。そういうとこだ、お前。はい、すいません。僕も初めてだとは思います。ここは、はい、ちっちゃい頃来たような気がするけど、うん、愛知県のか。あ、愛知県の、うん、愛知県のカレー、カレーか。いや、カレーじゃないんですよ。ここら辺全部一緒に見えますから今日は2人が主役なんでね。2人が主役なんで、はい、はい、お願いしますね。横浜で生き残れるかどうか超わかるんですよ。ラーメンクイズいきましょう、はい、そこにあります。視聴者さん参加型ラーメンクイズ第1、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 はい、なんと呼ぶでしょう。くの1、え、どういうこと。メンク、メンマーや。どこまで入ったの。これも全部、これもだと思います。メン、メン、うん、メンマ、ラーメンじゃないですか。ラー、なんでラー。あ、ローメンや。うわ、クラヒクク、もクラヒク、あ、クラヒクク、で、ラーが残って、もう頭に分かるわ。じゃあ、はい、私がインスタ面白いから。あ、答え、答えラーメンです。答えラーメン、おー、クラヒクク、なんと読むでしょうか。
ラーメン。ドーレー。音符が分かんない。ドーレーミドミドミラーメン。味噌ラーメン。味噌ラーメン。ああ、これの音符。ドレミ味噌。ドレミ。塩ラーメンですか。あ、四の大やから。おお。おが四。塩ラーメン。味噌ラーメン。おお。え？椅子。クイズ。椅子のライス。なんで？ライス。ライス。なんでだ。なんで？クラシック。クラシック。音も柔らかいっすね。すごいな。へえ。なんでしょうか。コマの上に。クラ。白ゴマ。おお。おお。ドヤ顔。点々ないか。コマの点々な。おお、すごいすごい。の。面白いな。難しいのいきますか。ちょっと試し難しいのだけいかん。一個だけ。一個だけ。一個だけ。はい。携帯プラス、携帯、アニメ。ちょっと答え見てヒントくださいよ。答え見てヒントください。正直僕初めて見ました。何かが分からない。え、答えが、もう答えが分からない。いいですか。もう、え、携帯麺。携帯麺。何それ、そのまんまや。日本初のラーメンと言われる中華。もうなんか難しいですよ。これちょっと答えが言うんだよ。4足す怪獣かな。なんだこれ。エイリアン足す胃袋。シューマイ。シューマイ。なんで4だ。英語でウーマでウーマみたいな。あー、ウーマ。もう難しいっすよ。もう終わっちゃう。はい。本当はあれですよね。最近もなんかだけで。へー。3日前ぐらいの予約が必要なのかなって。で、出るやん。俺何の感動もねえもんな。ラーメン好きだけど食べるの。観光楽しんでるなお前。1階がなんかあの昔懐かしい、多分駄菓子屋っぽい。今いや、ここが多分1階まで近いですね。店長、ここどこですか。なんかやってるな。あ、船長やってるんですか。本当に雰囲気が違う。大丈夫、大丈夫。中入ったら探さないと。何これ？中入ったら出るじゃない。すごい。これも、いや、入らないですね。あ、ここへもしかしてラーメン屋あるんじゃん。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。はい。はい、チーズ。あ、もう一丁いきまーす。ここでやってください。うわ、すごい繁盛してる。何これ。はい、ちょっと行きましょうか。ラーメン屋さんがあるから。行きましょう。はい。駄菓子屋ありますよ。ありますか。懐かしいというか、懐かしいっていうのか分かんないですけど。駄菓子屋。社長を迎えに行きましょう。懐かしい、これ恐竜の。ちょっと一旦ワープします。ラーメンを決めるとこまでワープ。この辺が一番いい。この4つしかないんだ。そうですね。辛味噌いく。はい、辛味噌。辛味噌いきます。僕多分辛いのいけると思います。これ全員。はい、行きましょう。俺だけじゃ1人一緒に行こうか。はい、はい。で、味比べで、はい、これ入れに。すごいな。入場料払ってラーメン食ったな。人生初だもん。僕らが選んだお店はなんて思うんですか。これ龍上海です。龍上海、山形のラーメン屋さんです。ここで食べたんですか。
自分、そうですね、食べたことあります。はい、いらっしゃい、やってきました。これマジでうまいっすか。じゃあ食べます。どうぞ。あれ、先輩の会社と相手は何か保険がどっちが入っとるか、どっちの連絡先を教えて。書類上、南セコンの会社。あ、松本としておいしいです、これ。で、ちょっと途中途中、僕は赤味噌とかして味噌が何だろう。うん、うまい。じゃあ、どういうのいただきます。はい、どうですか。味噌の味がする。味噌、味噌の味がする。とりあえずベースは麺がちょっと変わってますけど、なんか縮れ麺。はい、いや、うめぇ。どうですか。うまいっす、マジでうまいっす。どうですか。どうする。おぉ、僕もいただきたいと思います。いただきます。スープな、いらっしゃいます。はい、お願いします。どうですか。今まで飲んだことないです。何これ？味噌やろ。味噌全然味噌じゃないよ。味噌。どっちかというと塩とか。塩魚介系スープね、これ。どっちかというと。うん。そう。うまそう。お前誰もさ、画面でこれ映っとるのか。あ、そう。あ、映ってねえだろ。美味しいよ。うまいっすよね。うん。お、なんか、え、なんか、うまいっすか。もちもちしてますよね。あ、もちもちしてますよ、ね。おお。美味しいですね。麺なんですか、これ。縮れ麺。あ、全然すごい。全然食ったことない味。そうそう。な、なんか青のりめっちゃ入ってるし。あ、入ってますね。でも、食ったことないやつだな、マジで。うまい。うん。うまい。うん、うまいってどうか。うん。美味しいっす。うん、なくなっちゃいました、麺が。なくなっちゃった。はい、すごい並んでる。外国の方もいっぱい。ラーメン博物館。はい、でも俺は良かったよ。はい、結構面白いですよね。うん、それ20分、300円くらい。そうです、300円くらいですね。はい、で、来る価値はあるじゃん。はい、観光なんか行ってたって暇つぶしみたいなもんじゃん。はい、横浜、次は中華街。はい、中華街、会場の道を読んだじゃん。あー、よく見る看板っすよ、あれ。あれよく見る看板や。看板じゃないっすか。すごい人やな。これもう、全部違う。すごい。動いてる。キッチンやばいやん。うわ、すごい。見て。うおー。歩かれへんな。どうせどっかとりあえず行きたいな。そうですね。ただ店舗入っちゃうと結構もうそこだけでお腹いっぱいには多分。食べ歩きするんだったら多分本当に手前らへんが。大丈夫ですか？え？はい。でかい。これ800円取られるんじゃん。これちょっとこれ先行くわ。じゃあ、まあ、このご時世やな。うん、やばいぐらいでかい。うん、これ普通に。映像的にやな。みんなで食わんかんで、なんかあれだけど、カレーっぽい。カレーの味が。ああ、やってみたら。カレーの味か。危ないの？味ない。なんかちょっとカレーっぽいな。台湾屋台名物、イカの丸揚げって書いてある。どうすか？
うん、なんか小麦しそうじゃん。すごい。イカだったんですか、安井さん。イカ美味しい。脂がちょっと薄いやん。おい、ビールセットですよね。いいよ。これ食ったの、これも。あと、これも食って。じゃあ。どうする？どこ行く？何回来ても新しいものが発見できるで。そう、いいかもしれない。やっぱり。だいぶついてきてますけど、ね、あれ怪しいもん、あっち、バーボーとバーボーアートバブ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 なんでこれ中華街に行っちゃったの。整理とかで襲われ。ああ和食バみたいですね。和食っぽい。本マグロって書いてある。これが創作居酒屋って書いてある。2009。あんまやったんだ。そうですね。14でイエス・キリスト。2009。2009年か。2009年。イエス・キリスト時代から。もしもう出ちゃう。飲み物はよろしいですか。じゃあ生ビール。生ビール。お茶かなんかだね。水でいいですか。僕も水でいい。はい、水で。水で。金払ったれよ店に。さすがしまっとるのに。金落としたれよ。あ、すいません。麻婆茄子丼にしました。丼丼にしたんですか。うん、丼行くよ丼。体重100キロは才能なかったならよ。ここで才能発揮するよ。一緒に丼行きませんか。行きますか。はい、行きましょう。それが定食か。中華丼。おお。行ける？行きます。行きます。麻婆茄子丼。五目中華丼。ごま団子。ごま団子。あ、シュワイも頼もうよ。まさかのここに入ると思わなかった。違いが来てるね。ちょっと外れ。道が外れたところ。違います違います。恐ろしいな。捉え方が違います。捉え方が違う。違う。そういうちょっと悪意がありますよ。6人です。麻婆茄子ドーン。もう一回使って。麻婆茄子ドーン。いただきます。どうぞ。中華街にいないみたいな。なんかでもこういうのもいいな。ちょっと中で疲れてちょっと食い倒れみたいな歩いて、すごい静かなんですよ。めっちゃ暑い。ちょっとでいいよ。ちょっといいですよ。どれぐらいですか。松崎さんいいですか。もう大丈夫。大丈夫ですか。味が見たいな。やっぱ米そんなにないよ。いいよ。えちょっといいですか。そんなちょっといいですか。具がないじゃん。米だけ渡されてる感じじゃない。これ暑いから暑いですけど。暑いです。餃子美味しいです。食べますね。みんな食べや。ほんまになんか恥ずかしいですよ。あれもうまい。美味しいですか。うん、ボルーム、やばい。なんか想像より量が多い。でかいっす。食レポお願いしますね。ちょっと待っとっとかいい。いただきます。はい、おはようございます。あったかい。時期になります。想像よりは好きな。全然もうサバじゃないです。あんこではない。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ごまをすりつぶした。黒ごまのソース。どうですか食レポ。肉汁がすごい。肉汁すごいっすね。なんでえ、うまいな。チーム横浜。食レポ班。うん、
あ、うまい、うん、じゃあ、いや、ほんまにちょっとうまい、うん、だけですか。あ、うん、ちょっと食レポ苦手かもしれない。でもなんか、うん、まあ汚い言い方し、はい、なんかなんかじゃあ分かんないけど大きいんだって餃子の。これちっちゃい方が好きだ、はい、味これシューマイママ好きなんだ。食レポの天才、はい、天才天才。いざいざシューマイ、じゃあ食レポの天才なんて美味しそうに食べるの天才じゃないですか。あ、さっき出たうまかった。おいしそうに食べて。こんな感じです。はい。おお。あ、うまい。おお。からしが多かったっすね。え？そっち？うん。いや、あの、ちょっと餃子の方がちょっと衝撃というか美味しさが。あ、シューマイよりここは餃子。そうですね。美味しい。あの普通に出てきます。うめっちゃ美味しいですよ。あ、好き。あ、好きだ。あ、ありがとうございます。お、なるほど。はい。あ、この食後のドリンク、アイスコーヒーと紅茶どちらですか。あ、そのまま作るか。お、あったかいな、まだ。プリンがあったかいんですか。プリンがあったかい。よく言えとるな。あ、うん、なんなのこれ。そんなプリンって。あ、なんだろう。マンゴー、マンゴープリンですね、これ。マンゴーなん？普通のプリンか。え、ほんとそう。マンゴーの味はわかるやろ。いや、ほんとっすよ、ほんとっすよ。なんか、味もんじゃん。いや、これでマンゴーじゃなかったら、ちょっとね。え、マンゴー？マンゴーでもまずいけどね。あ、そうか。普通のプリンだな。牛乳っぽくないですか、めちゃくちゃ。マンゴー？じゃあ、またね。寒天じゃない。僕は牛乳プリンかなと思います。あ、マンゴーですね。ほら。ほんとマンゴー、そう思ってたよ。そうそう、普通のマンゴー。ああ、たぶん試されてたんですね。間違いない、気づくかなと。お、すごい。上手なパイすごい主人がそうですね、はい。あいつマンゴーもわかんないんだね。普通のプリンって言ってるわって。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、じゃあ視聴者の皆さん、いかがと新横浜ラーメン博物館楽しめたでしょうか。はい、ぜひ楽しいと思った方はいいね、よろしくお願いします。ポチッと押さえながらね。たっポチッと一押しお願いします。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。せーの、おいでー。